こちらアメリカのピムリコ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。河内伊達男と好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ウアズー前に行きそうです。バートランドそれに続いています。さらにはファインブラフ4番河内伊達男、その後ろオイスターリコール後方に控えました。それでは先頭から、先頭はなんと河内伊達男と場内どっと湧いています。その外からバートランド、その隣にカジュアルライズ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭から、先頭はなんとなんと河内伊達男、場内も大歓声。すぐ後ろにノースチャンネル、カジュアルライズ、そのうちに続いています。並んで12番バートランド、その外からルアズー、内からはディルイーティー、並んで5番ギャロップカラーズ、ハワイアンタイガー、この馬もこのグループ。すぐ隣にシャープフレーム、内からはパラダイスクリーク、さらにはフィンランドアンジェロ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として河内伊達男、ファインブラフ、ほとんど差がありません。バートランド3番手、河内伊達男いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はファインブラフ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はディルイーティー。残り 100m、 ファインブラフ差を広げる。2番手はデビルヒズデュー。ファインブラフ今ゴールイン。段違いの強さです。ファインブラフ1着、2着は微妙です。ファインブラフやりました。アメリカ2冠達成。ベルモントステークスでいよいよ3冠に挑みます。こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バラックカウンター、これは好スタート。シルキーチャーマー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくバラックカウンター行きました。続いて前へ行くのはセルカーク、さらにはクリス・ザ・シグナル、11番ファンモア、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはクリス・ザ・シグナル、内からはバラックカウンター、好位置をキープしています。カワチトリビュート、内からはビッグ・フォーエバー、サファリ・デンジャラス、そのうちに続いています。内からはピクシー・ステージ、セーヌ・ブリザード、そのうちに続いています。その外にナヒブ、その外からフリー・アトラスト、オートヒート、それに続いています。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。それでは先頭からセルカーク、先手を取りました。さあ先頭はまだ9番セルカーク、2番手はカワチトリビュート、絶好の手応えです。クリス・ザ・シグナル、3番手カワチトリビュート、これはいい位置につけています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はクリス・ザ・シグナル、クリス・ザ・シグナル先頭、残り 200m、 クリス・ザ・シグナル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ビッグ・フォーエバー追いすがります。クリス・ザ・シグナル先頭だ。クリス・ザ・シグナル、クリス・ザ・シグナル1着、2着にはどうやらセルカーク、勝ったのはクリス・ザ・シグナル、見事な勝利です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったエアタイガー、あと 200m、 先頭はエアタイガー、残り 100m、 エアアンジェリー先頭、クイーンイブリッド一気に、エアアンジェリー、エアアンジェリー、エアアンジェリー1着、2着にはどうやらクイーンイブリッド、エアアンジェリー見事一番人気に応えました。Thank you.
中の芝2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち。今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優駿牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のスパークフィス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ジューンフライト好スタートを切りました。アドラーブル、この馬も好スタートを切りました。スパークフィス前に行きそうです。ジューンフライト、それに続いています。さらにはアドラーブル、14番、アドマイヤジュニア、その後ろ大パンドラ、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。ジューンフライト先手を取りました。青の帽子、竹のベルベット、その後ろ好位置をキープしています。アドラーブル並んで14番、アドマイヤジュニア、エルカーサリバー、この馬もこのグループ1番人気のアドラーブル、現在先団です。では前の方から先手を取ったのは竹のベルベット、ジューンフライト、それに続いています。好位置をキープしています。アドラーブル、アドマイヤジュニア、すぐ後ろその隣にスパークフィス、 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先頭はなんとアドラーブル、場内どっと湧いています。竹のベルベット、すぐ後ろジューンフライト、それに続いています。その後ろからはアドマイヤジュニア、並んで18番、スパークフィス、シグナルキャッシュ、この馬もこのグループ、各馬大欅を通過、前はアドラーブル、2番手は竹のベルベット、ジューンフライト、3番手さあアドラーブル、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アドラーブル先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手は竹のベルベット、懸命に追いすがります。やはりアドラーブル先頭だ。残り 200m、 アドラーブル先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。2番手はカリスマスケール、アドラーブル1着、アドラーブル完勝、アドラーブル1着、2着はカリスマスケール、アドラーブル完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。